ちょっと難しいですけどね。皆さんの腕をですね、ちょっと仕組みについてね、少し説明したいと思います。ちょっと座ってください、ね。見やすいといきますかね。ちょっと真ん中に行きましょうかね、僕。まあ、皆さん一緒にできるんでね、ちょっと見てみましょうか。人の体というのは、その空手で例えば手刀を受けてやったことある人もたくさんいますよね。なんでこうやるんですかって言って、これで受けられないじゃないですかって思うこともあると思うんです。で、まあ、実際受けにくいやり方もありますけどね。うちのやり方だと指をまっすぐ立ててこう腕を伸ばします、グッとですね、この状態でます。で、この状態で何が起こっているかというと、実はですね、皆さんが試合の時例えば構える状態ってありますよね。この状態よく力抜いてこんな感じで構えますね。こんな感じで構えますよね。この状態は実は絶対に強い突きが打てないんですよ。打てるはずがないんです、人体の構造上。打てないようになってます。力を抜いてこう構えるってことは、もう突きは強く打てませんって言ってるもんなんです。じゃあ強い突き打てる人ってそんなにいるんですか？あまりないですよね。私より強い突き打ってる人はあまり見たことがないです。もう見たことがないんですけど、なぜかというと人の体の作りを知らないから壊れちゃう。人の体は面白くできてて、例えばですよ、腕を曲げた女性、こうやってみてください。こう、皆さん、この状態、この状態にしましょう。今この状態で手首をくるっと振り返します。何も変化ないですよね。じゃあ今度これ逆にしましょう。くるっと、何も変化ないですよね。じゃあ今度は腕を伸ばしてみてください。で、指をしっかり伸ばして、じゃあこの手を裏返してみてください。やっぱ脇が締まりましたよね。脇が締まりました。で、今度逆に回してください。肩甲骨動いてますよね。つまり皆さんが本来突きを打つときに体幹の力を使って打ちたいならば、腕が伸びてるべきなんですよ。指も伸びてるべき。じゃあもしここで指をこんなやって、腕伸ばしても指をこんなやってみてください。このまま手首返してください。何も影響しないですね。脇に来ないですね。じゃあ今度逆にやってください。はい、肩も動かない。実は手の先の力が抜けてれば前腕しか動かないようになってます。ということは肩甲骨には何も影響を及ぼしません。ということで皆さんが脇を締めてるつもりで打っても締まってません。これが突きが弱くなる原因です。だからどうするか、握ればいいんですね。握る、または指を伸ばす、どっちかです。実際にグッと握ってみてください。握らないでやってみましょう。握らないで返してもそんなに影響ないですよね。前腕しか回らない。じゃあ握ってみてください。回すと脇が締まる、回すと脇が締まる、肩が動く、肩甲骨動きますよね。だから突きは実は握ってる方が肩甲骨まで働かしきれます。これはもう反射的なことですね。整体のやってる方も分かると思うんですけど、反射的なことで前腕の特に緊張があるかないかによって肩甲骨また体幹に対して力が働くことが、この比率が決まってます。ですからこの受けの時にこうやって曲げるような感じで受けてればもう意味がないってことなんですよ。これは全く受けてることにならない。だって腕の力なんてたかが知れてますよね。体当たりで来るような人たちはこれで動かしきれますか？できないですよね。どうするか、指伸ばせばいいだけなんですよ。グッと腕伸ばして、それだけで皆さんとはもう肩甲骨までぴったりつながった状態っていうことは、腕で受けてるつもりが全部の体重が移動するんですね。これは、まあ、これは、まあ、沖縄憲法ではちょっとした秘伝なんですけど、ボロボロ出してる秘伝なんですけど、指先伸ばす、握る、これだけで実は皆さんの突きの威力っていうのは上がるようになってます。でもこれをつい試合だと、まあ、疲れないようにするために肩の力抜けてこうやってやってきますよね。ということはもうどうするか、この伸びる筋肉の力しか使えないんですよ。じゃあこの筋肉の勝負になりますよね。ウエイトやるしかない。でもウエイトやってもこの筋肉ってこんなぐらいしかならないんですよ。皆さん、全体の人体の全ての中のたったこれだけの筋肉しかならないものに全ての人生かけますか？それぐらいだったらちっちゃい筋肉全て集めてこんな大きい体になるんですよ、人の体に。それを使った方が絶対得なんです。だから肩っていうのは動作一つ一つにその人の全身を使わすための技術だったり知識だったりが全て詰め込まれています。それを使った方がいいよねっていうのの中にピンヤンという方があります。だから細かい一つ一つの注意点を今回だけ守ってもらえれば、私は全ての動作が変わると思ってます。威力も変わる、変わらないはずがないです。そういう原理になってますから。今回のこの動作の中で最初の動作ね、ここを力抜いてこんな状態であると、これで受けた、受け入れません。まず大事で、じゃあこれで誘いやったところでこれ受け入れません。力が弱いから、ね、力も入らない、体幹が動かない。じゃあこれで打ったって効かないです。だってこの筋肉だけですから、ね、全てを生かすためにも最初の用意の段階で指を伸ばした状態から握る、握って伸ばす、ぐーっと脇締まる、その状態でやるから強さが出ます。そして最後の手刀の受けもパッと、これが指先が伸びて上向いてるから
腕もしっかり伸ばしてやるからこそ体幹の力を使うことができる。そういうつもりで今回ちょっとじゃあもう一回やってみましょう皆さんでね。